皆さん、こんにちは。令和の演歌界を牽引する歌手として、また演歌第7世代の筆頭として知られている新浜レオンさん、父である演歌歌手の高城康夫さんの息子として誕生した新浜レオンさんは、学業とカバン持ちを両立しながら歌手としてデビューする道を模索する時期がありました。そこで今回は、新浜レオンさんが歌手デビューするまでの道のりや新浜レオンさんの魅力について深掘りしてみたいと思います。新浜レオンさんの本名は高木優希と言います。1996年5月11日生まれ、千葉県白井市の出身です。芸名の新浜レオンという名前の由来は、令和初のデビューということから、新、海に囲まれた千葉県の出身ということから、浜、ライオンの勇士のように頑張るということから、レオンという風になっているそうです。新浜レオンさんのお父さんは2代目博多の塩の CM ソングでおなじみの演歌歌手です。高城康夫さんは1987年キングレコードよりデビューし、歌手活動のほかに作詞作曲も手掛けており、音楽界で幅広く活躍されています。新浜レオンさんはお父さんが演歌歌手ということもあり、家のテレビにはいつも歌謡番組が流れていたり、車のラジオでも歌謡曲を流していたりするなど、幼少期から演歌や歌謡曲が身近にあった環境で過ごしていたそうです。しかし、当時の将来の夢はプロ野球選手になることでした。そのため、小学校2年生から高校3年生まで野球に全力を注いでおり、小・中・高でキャプテンを務めています。リーダーシップがあり、周囲からも厚い信頼を寄せていました。高校時代にはキャッチャーを務め、後にプロ野球選手となる重田道明さんの女房役として活躍しましたが、目標としていた甲子園出場は叶わず、プロ野球選手になる夢は諦めることになってしまいました。プロ野球選手になる夢を諦めた新浜レオンさんは、父のカバン持ちとして仕事を手伝うようになります。その時、父のように人を喜ばせる仕事をしたいと考え、歌手の道を志すようになったといいます。演歌歌手になることを目指しますが、芸能界の厳しさを知っている高城康夫さんは反対をしたそうです。高城康夫さんからは進学を勧められ、大東文化大学に入学します。その後、大学での勉強と父のカバン持ちを両立する日々を送ります。大学3年生の時にはミスター大東コンテスト2017で森田浩一さんとトップギャランの青春時代を披露しました。グランプリを獲得し、若い世代に向けても歌謡曲の素晴らしさを伝えていきたいと、歌謡歌手になることを明確に意識するようになったそうです。そして大学4年生になり、周りの友人が就職活動に励む中、新浜レオンさんは自身の歌声を収録したデモテープを音楽レーベル会社に持参し、担当者に聴いてもらう日々を送り、歌謡歌手デビューへの道を模索していました。あらゆる音楽レーベル会社にデモテープを持っていった結果、新浜レオンさんの歌声にある音楽レーベル会社が興味を示しました。ビーズや倉木麻衣さんらが所属する音楽レーベル会社ビーイングです。新浜レオンさんが作成したデモテープには演歌、歌謡曲、ポップスといった幅広い楽曲が収録されており、それらを歌いこなす歌唱力が目に留まったようです。しかし、ここから大きな試練が待っていました。すでに野球部時代より10キロ減量していましたが、資料作りのためのテスト撮影の際に筋肉質すぎる体を指摘されてしまったのです。そこで自ら過酷な減量を行い、なんとわずか2週間で10キロの減量に成功します。その後、資料用のテスト撮影とデモ音源の収録に臨みました。過酷なダイエットを経た新浜レオンさんでしたが、デモ曲を数十曲収録するもデビューには至らず、苦悩する日々が続きました。そんな中、転機が訪れたのです。作曲家大谷昭弘さんと作詞家渡辺夏実さんとの出会いでした。新浜レオンさんに出会った大谷昭弘さんと渡辺夏実さんは、新浜レオンさんの誠実な人柄に惹かれ、新浜レオンさんが歌謡歌手デビューするための楽曲「話さない話さない」を制作します。2019年5月1日、新浜レオンさんのために立ち上げられたビーイングの演歌歌謡の新レーベル海峡レコードから念願の歌謡歌手デビューを果たしました。またデビューの先駆けとして、4月29日に幼少時から毎年必ず初詣に訪れていたという成田山新勝寺にてヒット祈願となる午後巻き灯と歌唱イベントが開催されました。
デビューを控えた歌手が由緒正しい成田山新活寺でイベントを行うのは極めて異例で、当日は多くの報道陣が詰めかけ大きな話題となりました。デビュー曲「話さない話さない」はオリコン週間シングルランキング演歌歌謡部門で1位、総合19位を記録し、歌謡歌手として好調なスタートを切ることができました。また2019年5月6日からは千葉テレで、初めまして僕新浜レオンですという冠番組が放送されるようになり、一気に知名度を上げていくことになります。さらにレーベルメイトであり音楽界の大先輩でもある大黒摩季さんとのジョイントライブや丸の内コットンクラブでの単独コンサートなど活躍の幅を広げています。またこの頃オフィシャルファンクラブレオ N が始動しました。2019年9月には日経ホールでの単独ファーストコンサートが実施され、チケットは事前ソールドアウトになるほどの人気となりました。今や演歌第7世代の中でも注目される歌手の一人となった新浜レオンさん、その魅力を紐解いてみたいと思います。歌謡歌手としての実力もさることながら、端正な顔立ちと引き締まった体も魅力の一つとして挙げられます。ジュノンや週刊女性といった有名雑誌にカラーページが組まれるほどで、モデル顔負けの美貌が存分に発揮されています。また YouTube では新番組新浜レオンの歌ってレオンがスタートし、さらには若者を中心に人気を集める TikTok でも新企画を立ち上げ、自らがアップした動画はわずか半日で5万再生を突破するなど、あらゆる展開が全世代に向けて話題になっています。また同じく演歌第7世代と呼ばれる真田ナオキは CS 歌謡ポップスチャンネルの人気番組演歌男子収録時の感想で、それぞれの個性がたくさん出ているのが一番の見どころ、特にレオンくんの土天然ぶりは本当に面白かったですと語っており、男前な性格ながらどこか天然さが見えてしまう点も魅力なのかもしれません。男前な新浜レオンさんですが、実は可愛いキャラクターが好きという一面も持っています。特にシナモロールが大好きらしく、その縁で新浜レオンさんをイメージしたレオスケが制作されるなど、サンリオとのコラボレーションが実現しました。レオスケは新浜レオンさんが大好きなシナモロールのデザイナー奥村真由紀が手掛けたオリジナルキャラクターで、現在では一緒にコンサートに出るなどの活躍を見せています。また音楽活動と並行して社会活動にも積極的に参加しています。特に台風の大きな影響を受けた地元千葉県では支援活動に参加しました。自ら若者代表として倒木撤去や水害被害に遭った家庭での家具移動や掃除などを手伝いつつ、この現状を多くの人に伝え、ボランティア活動の活性化につなげてほしいとの各地方自治体からの依頼を受け、メディアでの露出や発信も続けています。端正な顔立ちと色気のある歌声を併せ持った新浜レオンさん、まだ23歳という若さですが、老若男女から支持を集めています。歌謡新時代の恋人がこれからどのように活躍していくのか注目です。今後の活躍から目が離せません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いいたします。